どうも、笠原翔です。今日はですね、坂本勇人選手がインスタを始めたということは皆さん知ってると思うんですけど、あまりにも、僕のインスタ、ツイッターの DM に坂本さんが、インスタを始めたという DM がもう多分300件ぐらい来まして、まあ坂本さんが始めたのはいつだ？多分まあ1ヶ月ぐらい経つんかな、もうわかんないですけど、そのぐらい経つんですけど、まあ動画を回しております。はい、まあ今のところは、自分というタイトルで、1枚目は自分のユニフォーム姿のね、画像をアップロードしてましたけど、まさか、坂本さんがインスタを始めるとは思いもしませんでした。あの人絶対 SNS とか絶対しないだろうなっていう性格だったんで、まあ自分の意思ではないとは思います。多分ね、球団に言われてやってるのかわかんないんですけど、まあでもやっぱ待ちに待った坂本さんの、インスタということで、まあフォロワー数もね、今段階では8月10日の段階では28万人を超えてるということで、さすがでございます。一気に笠原チャンネルの、10万人を超すというね、さすがもう、まあ当たり前なんですけど、さすがでございます。もう、はい、神様でございます。まあ2枚目はね、ちょっとびっくりしたんですけど、飲食店で、自分の歯に糊をつけて、歯がないような、ちょっとねボケたような、投稿してましたけれども、ちょっと性格が変わったんすかね、ちょっとびっくりでした、僕は。はい、まあまあでもやっぱね、性格がもともといいんですけど、林さんも丸くなったということでしょうかね。その2枚目はね、タピごめんっつって、立岡総一郎が多分後ろにいたのかな、が映らないように写真を投稿してるんですけど、まあやっぱお茶目な坂本さんということで、まあ早く投稿をね、待ちわびてる人たちも多いんではないでしょうか。まあ3枚目は武尊選手の、始球式でブルペンで、2人で撮ってる、写真なんですけど、まああれはね、いい写真として、まあまさかちょっとでも坂本さんがインスタを始めるとは思いませんでした。はい、まあちなみになんですけど、笠原は、フォローしてまーす。はい、フォローしました。はい、さすがにね、やっぱ坂本さんの動きだったり、そういうね、日々の動向はチェックしないといけないかなと僕は思いますので、まあ皆さんの期待に、応える形で、フォローはしました。まあ最初のその自分の投稿と2枚目の歯にのりの投稿はコメント欄を設けてたんですけど、まあ武選手の、投稿になったら、まあコメントは制限されてたので、まあね、通知がうるさいのか通知をオフできるんですけど、まあコメント欄をね、坂本さんクラスになれば閉じた方がいいので正解だと思います。DM は送れるのでね、まあ送りたいところですが、僕は、送らないでおきます。はい、まあちょっとストーリーをね、ちょっと秋広選手などが多いんですけど、仲いいんですかね。まあでもやっぱり、坂本さんが SNS するってことは、そういうせざるを得なくなってんだと思うんですよね、僕は。まあそういう時代になってきたのか、まあ自分がいた頃は想像できなかったですけど、まあ時代に合わせた、感じもいいかと僕は思います。はい、まあ多分この動画絶対坂本さん見てると思うんで、まあそうですね、自分をフォローしたら絶対ダメですよ、隼人さん。はい、もうすぐニュースになっちゃうんで、炎上なんで。はい、ということで、坂本さんこれからも、動画、写真等の投稿を、楽しみしておりますので、絶対ブロックしないでください。ブロックしても、サブアカで僕は見たいと思います。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。野球しようよ、バイバイ。
はい、本日もカサラチャンネルご視聴ありがとうございます。この度ですね、6月1日からメンバーシップを始めることにしました。なんで始めるかっていうと、まぁ、ちょっと自分の中で価値をつけたくて、メンバーシップに入ってくださった方限定で、その人たちのね、質問を答えるのと、まぁ、あとオフ会をしてほしいっていう話がめちゃめちゃ多かったので、まぁ、オフ会に参加できる件、みたいな感じでやっていきたいと思います。まあ、詳しくは概要欄貼ってますので、ぜひ皆様メンバーシップ入ってみてください。それとですね、今、笠原チャンネルはスポンサー様がいっぱい出てくれました。イエイ。笠原チャンネル、動画内でね、会社名だったりとかね、そういうのを載せてもいいよっていうスポンサーの方がいましたらですね、ぜひご連絡お待ちしております。連絡先は自分のインスタ、ツイッターの DM か、概要欄にあるメールアドレスに送っていただければ、思っております。まあ自分はね、動画内で背景後ろはねグリーンバックで東京ドームを、映してるんですけれども、そこにもうスポンサー様でブワーってしたいんで、もう今見てる方値段も言っていただければその値段でやりますんで、ぜひスポンサーの方募集中でございます。笠原翔輝と共に動画を盛り上げてくれるスポンサーの方々お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。